1972年外交官時代、片山淳之介は、日本の外交官。元中リベリア共和国大使。1978年香川県三豊軍、高室村出身。旧西香川県立三豊中学校、ハルピン学院卒業。外務省留学生として1936年から3年間対応。 ラトビアでロシア語を勉強中に古本を集め始め1万冊にもなった。読んでいっては間に合わないから近くに住む少女に音読してもらった。後にその女性が米国へ亡命して数十年後に突然片山邸へ電話し片山が亡くなる数年前に単身訪米して再会した。留学から帰国後、1939年外務 1943年高等試験業成果試験合格。中エジプト日本国大使館初期館、中ユーゴスラビア日本国大使館参事館を歴任。1969年中ナホトカ日本国総領事館総領事。1971年中ハンブルク日本国総領事館総領事を経て、1973年中リベリア共和国特命全権大使に就任。 大使在任中に収集した西アフリカの仮面、心臓などの資料を約千点が人間文化研究機構国立民族学博物館に所蔵されている。1977年外務省退官。退官後、ロシア語の名著復刻のため、1 0 0言語、ロシア語の古書売買、ロシア語名著復刻会社を設立。ロシア古書をリプリントする仕事をはじめ、 20世紀初頭出版のロシア文学誌ではミスプリントや中の間違いを古いロシア語で丹念に訂正し、その出来栄えはロシア人学者をも共嘆させた。2000年9月18日から1ヶ月間、ミッソ交流に貢献した元外交官を称える片山淳之助展が海外で初めてバルト三国ラトビア共和国の首都リガで開催。ロシア各地を巡回。 2000年12月20日、ウラル山脈の10、工業都市、エカテリンブルク私立図書館、プーシキンの館で開催。同展には、片山の生涯を振り返る写真やパネルのほか、体感をライフワークとして手掛けた、ケルトヤーラチョ、ロシア文学誌などのロシア語復刻版13種30冊の、名著が展示された。日本ラトビア音楽協会ニュース第4号7ページ。 研究開発支援総合ディレクトリ2013年10月6日、閲覧、ニュースレター 139, ニュースレター140。ありがとうございます。